おはようございます。おはよう。言っちゃっていいのかな。どうぞ。今日ね、今日発表があります。そう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 。ミカラットこと、はい、ブリザードフラワーの製作販売をしております、うん、岡田美香です、はい、よろしくお願いします。ミカラットでございます。素敵だわ。なんかすごいね。キラキラ、いい名前をつけていただいて、美香さんらしい、とっても。いやー、うん、でもここに来ると本当女性の人が、うん、みんな輝いてるからすっごく刺激になります。美香さんもそうなの、うん、私だけかと思ってた。ちょっと足りなめだから、いろいろ。なんでちょっと私も足りないところがいっぱいあるので。女性としてね、本当に。そう、お仕事頑張ってきたからね、きっと美香さんも今まで本当にね。そうね、ちょっと男性の中で、ね、そう、ね、そうよ、そうよ、わかる。じゃあ上げていこうね。それでもちょっとここに来ると、あ、すごい女性ってすごいキラキラしてるなね。刺激をいっぱいもらってます。ありがとうございます。ますますね、お名前もミカラットになりましたので、ますます輝いてまいりますよ。やばい。やばい、輝かなくと、やばい。頑張ります。頑張ろう。さあ今日は、はい、今日は前回プリザーブドフラワーの歴史とか、作り方とか、そう、知らないことがいっぱいだった、はいはい、もうちょっとね、よく知ってもらいたいなと思って、うん、その続きで、はい、ブリザーブドフラワーってどうやって取り扱うのとか、うん、そういったことを知りたい、はい、よくネットとかお店とかで、うん、永遠の花とか、半永久的に持ちますとか、ああ、そういうふうに書かれてるんですけど、うん、そうだと思ってた。いや、それはちょっとそういうふうに思われちゃうと、うん、買われてからそれはクレームになっちゃうので、うん、そうですか。私は大体1年から3年ぐらいってなるほどご案内をしてます、うん、っていうのが造花と違ってプラスチックとかポリエチレンとかそういったものでできてないので、うん、あくまでも生花を加工してるので、脆い部分もたくさんあります。花びらも生花のそのもの外観は生花ですから、だから花の加工する前の花の状態によって全然違うんですね。そう、だから半年ぐらいで色あせたりすることもあるし、あ、置き場所によったりね、管理の仕方によってはね、直射日光だとか、あとスポットライト、そういったのにはすごく弱いです。ライトもダメなんだ。ライトの下に置いとくとやっぱり焼けちゃって、うん、この前半年でこんなになりましたとかって言われました。これは明らかに焼けてますねみたいな。あ、でもそれ知らないかも、みんな、うん、もう永久にこのままあって枯れないお花だから、はい、このままってイメージがきっとあると思うな、うん、やっぱ造花と違ってそのなんていうかな、ホコリとかそういったものだけではなくって、うん、花びらも取れちゃいますし、で取ったものはくっつければいいんですけど、くっつければ直せるんですけれども、あ と,、こういう 今年のような夏、湿気がすっごい高いじゃない、 60%、70% あるような湿気のところでは、やっぱり花びらに水分吸っちゃうんですね、濡れたようになっちゃって。そりゃそうだよね、まあ、それはもうどうしようもないので、そのままにしとくと、今度は色移り、他の花とか例えば洋服とかについてると色移りするので、それはご注意いただきたいなと。なるほどね。あと本当に高級家具、塗料と反応するんですね、濡れたり湿ったりすると。あ、そうなの。そうすると塗料と反応して塗料が剥がれ落ちちゃったりするので、高級家具のところに置くときはできるだけ当たらないように飾っていただくか、ちょっと増加みたいなのを挟んでもらうといいですね。なんかさ、いい状態でやっぱり保存しておくためには、はい、ちょっとそういうなんかこういうほらケースに入れてみたりとか、よくクリアケースに入って、うん、売って、うん、店頭とかではそういうふうに売らないとやっぱり劣化しちゃ、店頭で劣化しちゃうので、うん、そうだよね、はい、ただ家に持って帰って、うん、そのクリアケースで置くと、またこれは、うん、せっかく生花と同じような、うん、風合いを残してるので、あ、そうか、うん、やっぱり私自身としては、うん、よっぽど記念で残したいとか、うん、そういったもの以外はやっぱり普通に飾っていただいて、うん、まあ、1年から3年くらい楽しんでいただいたら、また交換っていう風にしていただきたいなと思ってます、うん、その方が花を喜ぶかなと思って。
それ十分よね。だって1年もさ楽しめたらね。お値段はだいたい生徒の3倍から4倍なんで、ね、まあ、ちょうど計算があるね。はい、はい、うちの商品に関してはこういう取扱説明書っていうのをつけておりますので、本当だ、はい、ちゃんとそこに書いてありますので、はい、よくお読みいただいてね、お読みください、はい、お楽しみいただきたいと思います、はい、よろしくお願いします、はい、ありがとうございます、ありがとうございましたよ、はい、よろしくお願いします、ありがとうございました。そうか、知らなかった、ずっと持つのかと思ってました、プリザーブドフラワー。でも正しい情報知識を持って管理すればね、まあ、長く楽しめますので。